ご覧いただきありがとうございます。ウィンド直子と高畑です。今日はこの車のヘッドライトの曇りを撮ってみようと思います。そういうような洗剤をとか歯磨き粉、マジッククリーン、オレンジクリーンなどいろいろな洗剤がうちにありましたので、その中でどれが一番効果的かを確かめてみたいと思います。コンパウンド系として、歯磨き粉、ソフトクリームクレンザーを用意しました。背面活性剤としてキッチンのママレモン、マジッククリーン、手を洗うハンドソープ、通販で買ったオレンジクリーンと同じものかな、泡スプレー、これらをやってみたいと思います。まずはオレンジクリーン、だいぶ分かりますかね、全体にすごく、真っ白になってます。これをもう、あ、ダメだ、これを少量、あ、すごい、あ、そのぐらい、見た目にはだいぶ曇りは全然取れないんですけど、黄ばみはかなり取れましたね。これが限界でしょうね。マジックリン、油汚れに素早くスッキリ。おお、泡タイプですね。キッチン洗剤。それでも無理ですね。からいくつか試してるんですけど、背面活性剤のタイプっていうのはもう限界です。もう曇りを取るためにはやっぱりコンパウンドの入ったものじゃないと、全く太刀打ちできないようです。じゃあ歯磨き粉直接塗って、水で方がよく取れるかを見てみたいと思います。ちょっと濡らしていきます。そのまま歯磨き粉とクリームクレンザーをこすってしまうと傷がすごくついてしまうと思うので、水で濡らしたタオルに含ませて、それから磨いていこうと思います。おーおーおーおお、やっぱり全然違いますね。次にクリームクレンザー。おお。タオルを変えて。どうですかね。歯磨き粉とクリームクレンザーどちらが、ああ、こちらはダメですね。こちらの方がいいかな。今日の中では多分クリームクレンザーが一番良さそうですので、これを使って全体を磨いていこうと思います。おお、だいぶ綺麗になりました。水を結構つけながら磨いた方が良さそうな感じがします。
の一番汚かったここら辺はすごくきれいになってます。曇りが完全に取れてるわけじゃないですね。だいぶきれいになりましたけど、これを何度か繰り返さなければ輝くような美しさにはならないような感じがします。圧倒的なつける量が足らなかったようです。これだけつけるともうみるみるきれいになってきます。おお、結構来た来たんですよ。はい、いかがでしたでしょうか。今日はクリームクレンザーが一番でした。ご視聴ありがとうございます。